ンドリンと出会ったのは、あの大学時代で、マンドリンクラブにたまたま入ったのがマンドリンとの出会い。ただし僕はあのギターを弾いてたんで、本当は僕はギターなんですよね、ものは。本当はギター製作家になるはずだったんです。うん、それがちょっといろいろ事情があって、今マンドリンに途中で路線変更だったんで。あ、地元のユダヤ人ですね。もう僕らが入った頃は、おそらくね、一番あの、ね、活発だった頃だと思うんですけど、部員が100名超えてましたんで、120名ぐらいいたのかな。僕の新入生同期が50人に入ったんですよ。なる気なくって、あの何にも将来のことを考えずに岐阜大学の教育学部に在籍したんです。で、いよいよ4年生になって、小さい頃からものづくりというか、特に木削るのが好きだったんで、これで楽器制作が仕事にできないかって考え出したところに、東京の、ね、中出さんですとか、中出徳太郎という人、ギター制作家ある筋から弟子を募集してるって話を聞いて、飛びついた時、あ、ここに自分の生きる道あったんですか。で、もう親の大反対を押し切って、半分家出するようにして、上京したんですけどね。そうです、そこでギター制作を始めたんですけど、僕が入った頃はもう下火になってて、活路を生み出すというか、マンドリンを始めた頃に僕が入ったもんで、たまたまギターとマンドリンと両方や仕事をやってて、で僕としては両方の仕事をまあ教えてもらえて、やってみたらマンドリンの方が面白かったという。それで1年ぐらい六太郎さんのところで仕事をやってて、田辺誠二さんが弟子を欲しがってるっていう話を聞いて、あ、それはマンドリン作るんだよ、それはね、マンドリンの専門家の方へ移籍して、渡辺誠二さんのところでマンドリン作りを指導を受けたということかな。よくてさんのところに大体1年いたんですよね。渡辺誠二さんのところに変わってから足掛け4年ちょっとぐらいかな、全部で5年東京にいたんですけどね。渡辺誠二さんのところに移ってからは、でそこではもう自分で5、6本作ったんじゃないかな。1本思い出深いのはね、岐阜大学でね、あのセロがあるんですけど、まだ未だに現役で使っててくれるんだわ。いっぺん機会があったら見てもらいたいなと思うんだけど、あのビッグガードのところにこう工房かなんかをね、貝殻でこう埋め込んだ、あのあれもその4畳半のアパートで作った楽器でね、自分の心の中にあるのはね、伊藤若冲っていう画家の番組を見てね、こんなすごい画家がいたんだっていうことを知って、妥協をしないというか、まあ、その人伊藤若冲にとっては絵だし、僕はまあ楽器なんだけど、自分もできるだけ精密なというか、ごまかしのないように仕事をしようとはしてるんだけど、あの自分を甘やかしちゃいけないというか、そんなところかな、大事にしてると。もちろん僕の楽器は、あの自分の中から出てくるものを基準なんだけど、大理石の石をじっと見てると、その中にその像が浮かび上がってくるんだけど、あとは余分な石を全部取ってきゃいいんで、っていう話を見て、で自分でもね、これがネックの材料になんだけど、これじっと見てて、この中にこういう姿をこう 見つけ出せば、あとは余分なところを削って取ってきゃいいんだって、そういうことは、ね、頭の中にあって、ここからここまで削り出すことは、あの 苦ではない、むしろ楽しみというか、こういうふうに形にしてもらいたがっている楽器は、もちろん僕が作りゃこうだし、違う人が作りゃ全く違う形になるんだけど、あの僕はこの程度までしかまだできないけど、本当は無限の可能性があるわけね、この中に。だから僕よりももっとすごい制作家がいるや、同じ材料でももっと すごい楽器のこれができるだろう。で
自分としてはこの木に対して下手なものを作ったら申し訳ない、すごい楽器になる素質があるのに技術がまずいばっかりにこれをあまり価値のないものにしてしまったんではもったいない、だからこの材料を最高に生かすためには少なくとも自分の最善を尽くしてやらなきゃ申し訳ないという気持ちはあって、それもさっき、そういうこともさっき言った話と連なるんだけど、最善を尽くさないといけないなという気持ちは常に持っていたいなと思って仕事を始めた頃にこの窓辺にね片隅にこんな小さな赤ちゃんがいたんだよ、たまたま。しばらくあんまり可愛かったんで眺めてたんだけど、まあ、いつまでも眺めてるわけにいかんから、ちょっと仕事をやってて、さっきのカタツムリどうしたんだろうなってもう一回見たくなって、だどこにもいないよ、いくら探しても。ずいぶん探したらね、とんでもないところにいたね見てる限りは本当にどんだけも進まないじゃん、ゆっくりゆっくりしか。あんなスピードで動いてても立ち止まることなくずっと歩き続ければ、ほんの、短い時間にこんなところまで来れるんだっていうことを思った時に、びっくりしたのと同時に、自分もこんな姿勢で仕事をしていきたいなと。ゆっくりでいいから、立ち止まらずに前進してれば高みにまで登れるんだということを思って、あとそれともう一つはイタリアの楽器っていうのは、ラベルにね、昆虫とかそういうものを載せる人が結構いるもんで、自分も何かそういうあれになるものが欲しいなと思ってたんで、あ、だからカタツムリだっつって、その時に決めて、楽しい、こうやって木を削ることが好きでついた仕事だから、形を作ることは全て楽しいんですよ。形作るだけなら本当に楽しいばっかりなんだけど、出来上がるまでは楽しいんだけどね、仕上げて弦張るときが一番の苦痛でね。また S っていうのは、川での M30 はこういう楽器、M50 はこういう楽器で、一応そういうのがある。それ以外の楽器も作りたいときが、自分の中で頭の中に、今度こんな楽器を作ってみたいなと思う、ふっと思いついた楽器は作ってみたいな。それはその型の中にはどこにも当てはまらない楽器なもので、今までやったことないことをやるときにはイエスで作る。一つは池田エグナワメルクラブの同級生がね、5人が集まって今結構楽しんでるんですよ。少々空気が弾けるようになってきて、これがちょっと面白くなったのと、もう一つは前知ってるように家内との二重奏が、これが結構面白くなってきてて、僕らみたいな恵まれたというか、練習もいつでもできるんでね、これが遠いとね、なかなか練習できないけど、毎日一緒の練習でも毎日でも練習できるんで、これがなかなかちょっと今面白くなりかけてるというか。東京から帰ってきた頃に社会人のマンドリンクラブがあって、でそこで向こうは短大卒業した年かなに入ってきたで知り合ったという感じですね。こんなことは公表しない方がいいかもわかんないけど、まだ完成してないんでね、僕の楽器っていうのは。ずっと試行錯誤の連続で、全ての楽器が試行錯誤の段階の未完の楽器なんだよね。申し訳ないな時期がある反面、大事に使ってくれてるのを見るとすごい嬉しい。もこんだけ大事に使ってくれてるんだったら、もうちょっとらしいものを作ってやれないかという思いが少し あったりして、まあ気に入って使ってもらえてると本当にこちらとしては嬉しいというかありがたいですよね。